うわ、マイナス30度の世界、うわ寒い。札幌厚別区の札幌市青少年科学館、今日のリニューアルオープンに先立ち、昨日オープニングセレモニーが行われました。私も子どもの頃札幌で過ごし、北国の豊かな自然に囲まれながら科学や宇宙を好きになっていたことを思い出します。43年前の1981年10月に開館したこの施設、世界初の人工降雪装置を導入するなど北国ならではの科学館として親しまれてきましたが、老朽化や時代に合わせた展示に変えるため1年半以上の休館を経てリニューアルオープンしました。展示の7割が生まれ変わりましたが、北国ならではの科学館という特徴は変わりません。展示物がだんだんプロジェクションマッピングとかを使ってたのでびっくりしました。カーリングやスケルトンといったウィンタースポーツを疑似体験できます。楽しかったけどちょっとなんか怖かった。この前よりももっと楽しくなった。プラネタリウムを待ちかねていた人も多いのでは。直径18メートルのドームに1億個に及ぶ星が投影され、上映プログラムも更新されています。自分の気に入ったものを見つけてどんどん触って体験していただきたいと思いますし、そこから科学の原理が実は隠されているというところに気づいて学びにつながればすごく嬉しいなと思います。子どもの知的好奇心を育むのはもちろん、大人も体験して学び直せる新しい青少年科学館、親子で楽しんでくださいね。